高松琴平電気鉄道12000系電車は、かつて、高松琴平電気鉄道に在籍した電車である。高松琴平電気鉄道1201プラス1202、半抗性変運転台式の制御電動車の1201と、半抗性変運転台式制御車の1202の2両が、存在し、両車で固定編成を組んだ。琴平線の急行用車両。 立林号として使用された。全所有者は日本国有鉄道で買収国電の模波1200に特派に7202である。もともとは富士見信鉄道のモハ100型特派ユニ300平である。それぞれ1927年、1928年に日本車両製造で製造された。1941年、 富士見延鉄道が鉄道省に買収されて、見信線となると、それぞれ、モハ9万3003、区波湯に9万5千0 0 3に改称された。太平洋戦争後すぐに、飯田線に転籍し、1953年に、それぞれモハ1200系、クハに7200型に改称された。この頃改造が行われている。1957年敗者となる。 1958年、ことでが1202と7202を購入。7202は荷物室が撤去され、クロスシートか売店の設置など改装が行われた。1202と7202は、それぞれ1 2 0 0 0系1 2 0 1 1202と解消され、急行用車両、立輪号として使用される。1965年には、ロングシート化され、 一般車となる。晩年はラッシュ時のみの運用だった。1060系の導入により、1981年に廃車となった。ありがとうございます。